何々未来の話何からちょっとしんみりしちゃいそうだから最初に何から読めるもらいだけしちゃって大丈夫なんかね、アイアンとはなんかそのレッスン生の頃から知り合いでね最初別にそんな仲良くなそう、最初最初絶対ねこの人は怖い人だから近寄るとダメだって思って警戒されててそれが伝わってきてたしでもなんか撮影会に出るようになって徐々にお話しするようにもなってで、同じグループに入るって分かった時ねもうアイニャンはあその時まだアイカちゃんって呼んでたわそうだね少しそんなこともあります最初はなんかねなんて言うんだろう当たり障りのない、うん、なんか普通のお話ばっかりしてたんだけれどもアイニャンといっぱいなんか話すとなんかちゃんとしたしっかりとした考えを持っているんだっていうことが本当によく分かってでね卒業を考え出した時もなんかお互い相談し合ってすごいなんかうん、アイニャンの話たくさん聞いたんだけどアイニャンはきっと将来ね素敵な人にこれからもどん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 なっていけると思いますやだな泣かないよ泣いてもいいよいやいいですそう、そういうところが好きなんですなんか LINE とかもあのグループ LINE でみんなでよくやってるんだけどちょっとサイリちょっと実はちょっとネガティブだからさすぐやるんだけどそんな時でも一番なんか早く反応してくれるしいつでも体調悪い時とかも気を使ってくれるし本当にもうめっちゃ好きですありがとうございます私も大好きですまた焼肉食べに行こうね焼肉食べに行こうねありがとうありがとうはい、すごいドキドキするね。私は初めてここに入った時に、なんかずっと一緒にいてくれたのがアイニャンだったんですよ。ここに入ってもうどうしていいか分かんなくて最初。なんかみんなが上とか行っちゃった時私どうしようと思って。でもアイニャン誘ってくれたりとかして、こうちょっとだんだん馴染むことができて、なんか撮影会の時とかも、なんだろう、アイニャンを通して、アイニャンを通して私もモピオとかとも仲良くなれたし、アイニャンがいたおかげでみんなと仲良くなれたし、なんかあとそうさっきさゆりちゃんも言ってたんだけど、そうグループラインとかでさ、なんか何忘れたとかさ、必ず一番最初に反応してくれるのがアイニャンで、それいつもありがとうございます。なので、アイニャンとは牛丼を食べに行った。そうだね。よく食べに行った。イベント後に行きましたね。行きました。そう、今までありがとうございました。大好きです。こちらこそありがとうございます。アイニャン、マコちゃん、マコちゃんって言っちゃった。なんか、アイニャンとは、ここじゃ言い表せないぐらいの思い出がいっぱいで、初めてレッスン生になった時も、次の日アイニャンが入ってきて、なんかね、ずっと一緒に頑張ってきて、辛い時めっちゃ一緒に泣いたりしかもなんか辛い時いつもそばにいてくれて背中をさせてくれてたり、本当にアイニャンがいたから頑張ってこれましたくれたんだよねそうね、これからもずっと仲良くしてください。だからここでは言わない。ありがとうありがとうございます。それじゃあ、アイニャンから。